なんでこうなるのか、韓国大低級フリゲート艦から、アブラムレとの情報をキャッチしました。今回は、この大低級フリゲート艦のアブラムレを詳しく見ていきますね。でもね、ガスタービンも搭載されているんですが、ガスタービン駆動に切り替える時間も9分もかかるんです。違う意味ですごいでしょ。2021年9月23日に、韓国のテレビ局 SBS のニュースで、3000億ウォンの建造費をかけた、海軍の新型フリゲート艦に、重大な欠陥があることが分かったとして、駆動系に、油漏れが発生しているが、海軍では原因が分からず、新型フリゲートは、最高速度が出せない状態になっていると、報道され、このことに対して、韓国防衛事業庁は、具給フリゲートの油漏れと、プロペラシャフトのスラスト軸受け、ベアリングが損傷したことは認めたものの、で、具給フリゲートの運用に、問題はないと、公式に声明を発表した。防衛事業庁は、プレスリリースで、で具給に発生した、問題点を認めつつ、この両方の問題について、関連性はなく、油漏れは、微量で、関連各方面で、設計を修正しており、2022年の上半期には対策を終える予定であるとしながら、プロペラシャフトがベアリングを損傷させる。問題についても、現在、各関連機関で原因を究明しており、損傷を起こす原因が判明次第、対策を実施するとしていて、どうやら2020年2月時点では、まだ解決には至っていないようであるが、で具給が運用されていないとの情報も伝わっていないことから、韓国メディアが報じているような大きなトラブルではなさそうだと見られている。で、具給フリゲートは、前級の仁川級フリゲート、満載排水量3090トン、全長 114m、全幅 14m を改良を大型化させたもので、満載排水量3592トン、全長 122m、全幅 14m の韓国海軍において最新型のフリゲートである。仁川級は、ややトップヘビーながらも、小回りの利く使い勝手のいいフリゲートと評価が高かったのであるが、2014年に発覚した韓国軍の納入品偽装問題で、同艦に搭載する電子冷却ファンをフランス製で指定されていたものが、台湾製にすり替えられていたほか、2015年には、操舵機のオイルポンプが、ドイツ製から韓国製にすり替えられているなどの偽装が、次々に発覚した。また、同じ2015年には、4番艦、エバラの建造を担当していた、STX 造船海洋の不良思考が発覚。怒りを固定するために、本来なら、2つあるべき固定ピンが、1つしか取り付けられておらず、試運転中に、突然怒りが落下して、艦首バウのソナーカバーを破損した事故や、艦内の配管継ぎ目が補強されずに、溶接のみで剥ぎ合わされていたなどの不具合が発覚していて、ご多分に漏れず、韓国らしいトラブルが起こっていた。その仁川級に、対戦ミサイル用の VLS、垂直ミサイル発射装置などを搭載するために大型化され、約3倍の建造費をかけて建造されたのが、デグ級であるが、2018年3月に就役したネームシップのテグは就役してからトラブルが続いていている。2019年1月から2019年4月末までの間、推進機故障によってドックに係留中であったことが発覚し、韓国メディアによって様々な原因が取り沙汰されていて、乗組員が未熟であったために推進の判断を誤り、スクリューが海底や海中の何らかの物体に接触して破損したとする説や、そもそもの設計や建造中の手抜きなどが原因とする説が交錯していたのであるが、海軍、国防技術品質院、防衛事業庁などが設計上の問題や機械故障ではないと結論付けた。それによると、で、ぬは1月25日に、守る海軍港内でから、
桟橋間を移動中、水深が浅いところを通過した際に、スクリューが海底面に触れた事故であるとされ、事故が発生した箇所の当時の水深が、で、具の喫水制限値である5から6M 程度であったとした上で、艦艇がターンした際に、スクリューが浅い海底に接触して破損したと見ていると説明されている。これだけでも、軍港内で座礁に近い事故を起こす笑い話でしかなく、韓国海軍の練り度の低さを伺わせるものであるが、さらに追い打ちをかけるような報告が挙げられている。スクリューが海底に触れた後、で、具の艦長は、事故翌日に、潜水士によって、艦艇やスクリューの調査を行い、その際には、肉眼では、異常は確認できなかったとしていたのであるが、その後、ドックでの確認では、スクリューの無数の傷が発見されており、潜水士が見落としたのか、艦長などが責任を逃れるために隠蔽したのか、あるいは設計そのものが欠陥であることを隠すために現場のミスであることにしようとしているのかは、続報がなく全く不明である。しかしながら、艦長クラスの軍人が初めて寄港した知らぬ港ならともかく、自国海軍の慣れた軍港内で、このような単純なミスを犯すとは考えにくく、もし真実だったとするなら。そのような単純なミスを犯す者を、新鋭艦の艦長として配属する、韓国海軍のレベルが分かろうというものである。また、で、具の浸水時にも、笑い話があって、潜水艦探知の際には、艦首のソナーから信号を送って、敵潜水艦の動きを感知するのであるが、その信号を海中に発信する穴の場所を、通常より、下の部分に設置してしまったために、ここから海水が流入したと、中央日報が報じている。さらに、このことについて、建造を担当した大宇造船海洋は、設計を変更し、穴の位置を変えて、問題を解決すると、釈明したとされているのであるが、この中央日報の報道では、大宇造船海洋による、建造時のミスなのか、そもそも、設計上の問題であったのかわからないままであり、その後の続報はやはりない。そして、今回のオイル漏れと、プロペラシャフトの破損問題は、で、具級の複数の艦において発生したために、欠陥として公表されたのであるが、これは、どうやら、荷川級で、問題がなかったガスタービンとディーセルエンジンによる、CODOG 方式の機関を、より複雑な構造のギアボックスが必要となる、ガスタービン動力とディーゼルエンジンで発電して動かすモーターを動力とする、コントラグ方式に変更したことが、原因ではないかと見られている。実際に運用して、問題がなかった CODOG 方式をそのまま踏襲していれば良いものを、より複雑な構造となるギアボックスを海外製品ではなく、国産品を採用したために、不具合が生じたと考えられているのである。また、で、具では、巡航時は、ディーゼル発電のモーター駆動で航行し、高速航行時は、ガスタービン動力に切り替えるのであるが、この切り替えに、他国のコントログ方式の艦艇より長い時間が必要で、9分もかかるとされ、このことも、ギアボックスの性能が影響しているのではないかと見られている。韓国海軍では、他にも、潜水艦や強襲揚陸艦、独特の不具合問題を抱えているが、国産装備の不具合が次々に発覚するのは、海軍だけでなく全軍共通の問題であるようだ。しかし、これについては、韓国のメディアが、国軍の不正や装備の欠陥をセンセーショナルに書き立てる風潮があり、誤報が多発していることも問題視されていて、例えば、韓国軍が初めて打ち上げた軍事通信衛星、アナシス2号に制御盤が搭載されず、使い物にならないと報道されたが、実施には制御がされていた、誤報だったことなどがある。いずれにしても、韓国では、
政府も軍もメディアも、真実とデマの両方を発信するので、その内容をよく吟味してから判断する必要があろう。